もうこれでしょ、もうこれでしょ、みんなお金好きですね。もうこれ絶対これ、はい、はいどうも、インディキマジシャンテルシャでございます。どうぞよろしくお願いいたします。おえー、今日マジックありますよ。さあ、今日もここ、マジックバーインディキからお送りしてますよ。このチャンネルは私、インディキマジシャンテルシャが、いろんなマジックを、実演するチャンネルでございますね。ぜひ皆様、チャンネル登録よろしくお願いいたしますよ。さあ、今回、実演するマジックはこっちだ。おえーフェアプレイでございますよ。おえーいわゆる予言マジックでございますね。使いますのはカードとお札とコインでございます。その3種類をお客様の自由に取っていただいて、まあ、自由にこう選択してもらうんですけど、一切マジさんチョイスはございませんよ。お客様が自由に選んでもらうだけで予言されてるんだな。まさにフェアプレイだぜ。ウェイウェイ。さあ、こちらにあるのは先祖代々伝わる予言のキーホルダーだぜ。ウェイ、ちょっと手を出してください。キーホルダーをちょっと握っとってくださいね。さあ、そのままこのまま置いておいてください。そしてこちらテーブルの上にはカード、コイン、お札3種類あります。好きな1個をちょっとポケットに入れてください。はい、カードをポケット入れてもらいました。そして2つ残りましたと。硬貨とお札、どちらか1つ取っていただいていいですか。手に変えてもいいんですよ。変えませんか。わかりました。ちょっと手のひら上げていただいてよろしいですか。さあ、こちらが予言のキーです。開けるとおい、この裏に予言が書いてるぜ。おい、シャキーン。ちょっと読んでもらってよろしいですか。ちょっと見せながら。これが私の決定です、うん、ポケットにはカード、私の手には硬貨、あなたの手にはお札。おいさあ、ここに先祖代々伝わる予言のキーホルダーがあるぜ。おいちょっと手のひら出していただいていいですか。このまま握っとってください。さあ、そのまま動かないでください。そしてマー君、はい、ちょっと財布持ってます。はい、お札と、お札とコインと一万円札、一万円札が出てきた。コインと、コインと、何でもいいです。はい。なんかカードあります？ゲロのカードでも何でもいいですよ。お札とコインとカードでございます。やばいぜ、ここはモザイクかけとくぜ。黒いカードが出てきたぜ、やばいぜ。さあ、これ3つございますと。では、お好きなやつ一つポケットに入れてください。ポケットに、はい、カードをポケットに入れました。はい、では硬貨とお札が残りました。どちらか一つ私の手に乗せてください。はい、で、これは手に持っててください。さあ、気になるのは予言のキーホルダーでございます。いいですか。はい、このまま中のプレートを出すと予言が書いてます、読みますか。私がポケットにはカード、うん、私の手には硬貨、うん、あなたの手にはお札、うん、ちょっと信用できないと思いますけど、こんな感じだぜ。ちょっともう全然わかんないけど、ちょっと読んでもらっていいですか。これが私の決定です。ポケットにはカード、私の手には硬貨、あなたの手にはお札。おい、これチョイスだぜ。おい、なんで手品だから。すごい。おい、サウルさん、はい、こちらに先祖代々伝わる予言のキーホルダーがございます。予言のキーホルダー、はい、ちょっと手のひら出していただいていいですか。これをここに置きますので、はい、ちょっとしっかり握って持っててください。はい、握ってます。さあ、そのまま持っててくださいね。最後に使います。そしてテーブルの上にはこちら、カード、硬貨、コインですね。そしてお札がございます。はいはい、ではウルさん、好きなのどれでもいいです。1個ポケットに入れてください。いいんですか。はい、
もうこれでしょ。もうこれでしょ。みんなお金好きですね。もうこれ絶対これ、はい、はい、はい、じゃあ入ります。じゃあカードと効果が残りました、うん、どちらか1個好きなやつ握ってください。どれでもいいです。わー、でもやっぱお金に関するものかな。はい、はい、お金、うん、自由に決めましたね。決めますよ。これ変えてもいいですよ。変えない、変えませんね。ポケットにお札を入れて、ウルさんは効果を持ちました。そしてじゃあカードが残ると、うん、ちょっと手のひら出していただいていいですか。さあ、こちら予言のキーホルダー、ほう、これ取りますね。ほう、この裏には予言が書いてます。ほう、はい、読みますね。ほう、私の決定です。ほう、ポケットにはお札。ほう、私の手にはカード。ほう、あなたの手には効果。ほう、うん、おい、マジアイナ書いてるよ、これ。ピントがどー、フェアプレイ、ウェイ、フェアプレイ、ウェイ、いかがでございましたか。フェアプレイでございますね。まあめちゃくちゃ簡単にできます。もうお客様に自由にポケットに入れていただいて、自由に手の上乗せていただくだけでこのマジックは成立しますね。ウェイ。さあ、こんな感じのキーホルダーでございますよ。普段はこんな感じのビニールがちょっとカバーを入れてるとなんか傷つかないらしいですけど、まあ簡単だぜ、これを乗せるだけでできるんだな。おーい、こんな感じでございますよ。もう裏にはもう予言されてるぜ。おーい、さあ、何でも予言できるんでございますね。持ってるだけですぐマジックができちゃうぜ。おーい、気になる人は買ってみてくださいね。4000円ぐらい、ちょっと値段ちょっと忘れましたけどね。こちらの商品はスパーク香西さんからいただきました。スパークさん、ありがとうございます。ウィー。さあ、今日はこの辺でちょっと終わりたいと思いますね。次回の動画もお楽しみくださいよ。それでは皆さん、さよなら、またね、バイバイ、ウィー。